こんにちは、達也です。今9時、今37分なんですけど、9時、4分にブラックラファエルが、ブラックラファエルのアカウントがあるんですけども、9分、そう、その9分にブラックラファエルのアカウントがあるんですけど、そのアカウントがバン、されてるんですよ。なぜかわからないけど、コミュニティガイドラインに引っかかって、でもそれ引っかかっても3つまでならいけるんですよ。やのにいきなりの赤バンなんで、多分これフリクツなんで、多分 YouTube のバグの、バグというか多分検査ミスだと思うんですけど。そう、なんかメール来たんですけど、9時9分に、なんか、まあ、そのしかもその指摘動画が来て、動画消されましたっていうメールが来て、それはなんとなんか俺が1ヶ月前に出した弟のやつ、うん、まあ、見てる、知ってる方は知ってると思うけど、うん、なんか弟が入院してのを、まあ、退院して皆様にメッセージがありますっていうのが、なんか暴力みたいに引っかかってるって書いてある。ああ、そう、全く関係ない動画やった。じゃあ今回のなんか聞かれて、うん、それでそれと同時に、うん、メールで、うん、なんかコメディガイド欄に引っかかってるので消されましたって英語で来た。ああ、英語で、英語なんか。ああ、え、だって普通コミュニティガイドラインに引っかかったら3つまでならいけるんですよ。警告までとか注意警告で赤番なんですけど、いきなりの赤番なんて4つ目で終わりなんですけども、いきなり の赤番なんで、これ絶対に YouTube の間違いなんですよ。だから、あ、分からん、なんか復旧せんかったらもうどうしようと思ってる。今まで頑張ってきてさ、うん、なんか今まで頑張ってきた積み上げた努力やんな、まあまあ、それで再生回数もう何倍も超えられて、めっちゃ調子よかった、ね、それで急に来たりとか、まあ、まあ、目につけられるって。ああ、もともとだ、うん、もともとな、外国人とかだと俺より過激なことしとるのに、なんでそれは来されんのって話や、まあ、確かにな、確かに外国人やな。タムチンのが来んの俺よりさ、過激やん、言うたら前、もうそんな、まあまあまあ、YouTube 始める前にずっと俺やったら、なんで来されんの、おかしいよ。確かにな、おかしい、めっちゃ外国人のやつどうなんでしょ。確かになんか自動検査とかもなんかな、ちょっとおかしい部分もあるからな YouTube。 だから、まあ、とりあえず今これ絶対に理由があって、もうあれなんですけど、絶対にこれおかしいんで、これ絶対に復旧させるんで、本当に。そう、俺が復旧させる、うん、今なんかちょっと、まあ、俺の事務所のとこで話して、うん、マナーの停止されたのが、それでなんかまあなんかもうコミュニティガイドラインによる違反と、うん、まあ、著作権の侵害により停止ってやねえな、うん、まあ俺らコミュニティガイドラインらしいけど、まあそれでちょっと今からいいじゃなくて、まあなんていうんだ、うん、そう、対処こちらいい、いい申し立てます、ここから、今からもう、そもそも絶対復旧させるんで、皆さん、うん、ここまで追ってください。そもそも何も関係ない動画が原因で消されるっていうのがおかしいもんな。しかもそれが暴力的コンテンツやのに、退院したメッセージが、そうそうそう、そう、だから暴力的メッセージ、暴力、うん、的コンテンツだって、退院した動画が暴力ってそもそもおかしい話なんで。そう、だからあれなんで、絶対これは戻ると思うんで、とりあえず皆さん待っていてください。多分ミスターケンのゲームチャンネルでも多分報告、多分何かあると思うんですけど、まあ、ぜひツイッターで、多分ゲームプレイミスターケンってツイッターで調べたら出てくると思うんです。多分そちらで緊急報告多分してると思うんで、ぜひそちらを、まあ、見てください。まあ、お前が消えたらもう俺もあれやし、一緒に動画撮れんくなるし、絶対復旧させよう。多分事務所、まあ、最悪の場合はちょっと僕のゲームチャンネルで言うんで。ああ、ゲームチャンネルで、ゲーム、うん、最悪の場合はゲームチャンネルでまた宣伝してみたいな、で一緒に実写を撮るみたいな。全部は、まあ、ツイッターに来たら分かるわ。うん、とりあえずツイッターに報告あるんで、とりあえずそちらを見に来てください。概要欄貼っとくんで。まあ、とりあえずまあ、とりあえず30分ちょ、あれ消されてまだ30分なんで、ちょっとあんまり情報まだ集まってないんであれなんですけど、とりあえず今緊急報告させていただきました。ではまた近々また発表するんで、よろしくお願いします。